お便り、ね、お便り読んでいきましょうか。読んでますか。じゃあまずこちらですね。これラジオネームのままなんですか。特に何もついてないね。バルネーム。バルネーム。はい。クロハさんです。簡単につけた。第15話を拝見させていただきましたが、ありがとうございます。綿棒工事兄弟の過去に胸を痛めるとともに、その兄弟愛に心を打たれました。ありがとう。お二人が理想とする兄弟像、姉妹像などを聞いてみたいです。おー。ゆきさん一人っ子。私一人っ子ですね。残念、僕も一人っ子なんです。あら。じゃあこれ無理ですね。あ、でもほら、理想を語れるんじゃないですか、ね、あ、現実、じゃないやつだ。そう、現実じゃない、逆知らないからこそのね、妄想、想像とか。ある？え、私でも、そもそもお兄ちゃん、弟、お姉ちゃん、妹。え、どれです？どれにしますか？どれか。あ、じゃあどれにしよう。1個。どれか1個？じゃあいいよ、別に2個でも3個でも。2個でもいい、うん。2個でもいいんだったら、お姉ちゃん、うん、お兄ちゃんがいい。末っ子気質。下に人とか来たらちょっと私寂しくて耐えられない。自分より下がいるのは困ると。困る。困りますね。あ、そう。それぞれにどういう接し方をしたい？あ、そうですね。でも、基本やっぱ末っ子なんで甘やかしてほしいです。じゃあ、年離れてる方がいいの？のがいいですね。あー、そう。わかんない。そんな、全然勝手な妄想ですけど、うん、どっちもなんか美男美女みたいな設定ですけど、私の中だと。あ、それできれば美男美女の方がいいでしょ。いいですよね。でも、兄弟が美男美女だった場合、うん、自分の劣等感は半端ないかもしれないですよね。親からのこの比較対象があるからな。ですよね。お兄ちゃんは、チラッ、みたいな。チラッ、みたいな。お、つらい、つらい。お姉ちゃんはね、チラッ、チラッ、ってこう。嫌だな。嫌だ。確かに。僕は、逆ですね。ほう。僕は、弟か妹が。ほう！できれば妹が。できれば妹が。妹がいいですね。いいんですか？妹と何をどうするつもりなんですか？え？何をどうする？何、普通の兄弟だから何もどうもしませんよ。別に私も何もどうも。何言ってるんですか、あなた。全く。いや、僕はね、もう、昔から言ってはばからないんですけど、ほうはい、こう、自分の金を使ってですね、ドレスアップさせたいんですよ。ほわー！だから、できれば妹よりも娘希望なんですけど。まあまあ、妹でもいいやっていうところですよね。まあ親戚でもいいってことですよね、それ。で、そういう話をしてたら、うん、娘とか妹は中村さんのアバターじゃないっすっていうやつがいたんだけど。あー、なんかすごいつるっとしてそんな印象ですね。そういうやつがいたんだけど。そう、あー、確かにアバターを作る感覚に近いんだなと思って。あ、じゃあそれこそやっぱちっちゃい。妹の方がいいですか？ちっちゃくなくていいよ。でもなんか着せ替えの言うことを聞くのって結構ちっちゃいじゃないですか。着せ替えの言うことを聞くの。ゆきさん、俺を追いやろうとしてるよね。別にそういう。社会的に潰そうとしてるよね。そんなことは。違う？大丈夫？そんなことはない。いや、兄弟っていいですよね。うん。なんかまあ甘やかしたいんだよね。あ、マジっすか。あ、甘やかし。娘を。娘、妹だ。妹だったら、例えば妹がお父さんとかお母さんに、あのおもちゃ欲しい、あの服買ってとか言ってるのダメって言われたら、あ、いいんやで。お兄ちゃんが。お兄ちゃんが買ってあげるで。いいお兄ちゃん。そう。いいお兄ちゃんじゃないですか。懐いてくるわけでしょ。なるほどね、うん。ちょっと待って、金でちょろまかそうとするのやめてくださいよ。大体釣れます。金で釣れます。はい。あ、もう一つ。もう一つ、じゃあ行きたいと思います。